こんにちは。北海道日高地方の養蜂場からです。時は5月中旬です。前回の動画を撮影してから2週間ほどが経ちました。朝の最低気温は9度にまで下がりましたが、日中の最高気温は20度にまで上がりました。天気は快晴です。オープニングの映像は前回と同様に養蜂場の高度100メートルあたりから南側の草原をドローンを使って映しているところです。野山の緑が随分と濃さを増してきました。草原ではタンポポが開花の最盛期です。それはまるで黄色を散りばめた緑の絨毯を敷き詰めたかのようです。ところで、今年になってからは、今のところ、まだ、スズメバチの姿をお見かけしていません。こういう素晴らしい天気の春の日には、スズメバチの不気味な羽音に煩わされることがないのを幸いに、片付けてしまわなくてはいけない作業が、いくつかあります。そこで、今回の動画では、スズメバチが襲来する前夜の、春のうららかな日和に、取り組まなくてはならない作業のいくつかをお伝えします。ところで、先ほどから映しているのは、新調した巣箱の巣門付近の様子です。ニスを塗って、入念に手入れを施して、作り上げた巣箱なのです。それというのも、昨年の11月から今年3月にかけての4ヶ月間もの冬ごもりの間に、巣箱はすっかりと汚れてしまったのです。そこで、これからの本格的な収蜜の時期を前にして、この2週間の間に巣箱をそっくり綺麗なものに取り替えたのでした。中にはこのように釣り箱をつけて2段重ねにした巣箱もあります。上段の巣箱も当然綺麗に磨き上げたものです。ただ、巣箱の外側は、このように、簡単に、美観を取り戻すことができるのですが、箱の中身については、ことは、そう、簡単ではありません。ご覧のように、巣枠には、冬の汚れが、依然として、しっかりと、こびりついています。これは、もともとのゴミが、プロポリスや、蜜蝋で、固められ、こびりついているものです。ただ、このように美しくないからといって、巣枠はあっさりと交換してしまうことはできません。なぜならば、巣枠がついている巣板には、蜜や麹、蜂がびっしりとついているからです。蜂は簡単に別の巣板に移すことができるでしょう。また、蜜は工夫すれば別の巣板に移すことができるでしょう。しかし、法事の別の巣板への移動は簡単なことではありません。ですから、スズメバチが襲ってくる前の作業として、ぜひともやりたいことの一つは、こうした巣枠の汚れを削り落とすことなのです。では、どうしてスズメバチがやってくる前の作業であるのかというと、これは巣箱の蓋を開けてじっくりと取り組まなくてはいけない作業だからです。連中の活動期になると、長い時間、巣箱の蓋を開けていると、スズメバチの強盗が必ず飛んできます。本来ならば、お掃除は折に触れ、やっておかなければならないことなのですが、スズメバチの羽音が聞こえるようになると、怖くて、こうした当たり前のことを落ち着いて行うことが、なかなかできなくなってしまうのです。また、気温が低い日には、巣箱の蓋を長い時間開けたままにしておくのはためらわれます。冷気が巣箱の中に入り込んでくるからです。ですから、これは暖かい日に行う作業なのです。スズメバチのいない暖かい日々というのは、この時期を置いて他にはありません。巣枠の入念な手入れというのは、この時期に行う作業なのです。それでは、巣枠の清掃を始めましょう。まず、湿った布で巣枠を拭きます。
こうすると汚れと巣枠との間に水分が染み込んで汚れが剥がれやすくなります。ついでハイブツールをカンナのように使って汚れをそぎ落とします。こうした布とハイブツールの作業を一つ一つの巣枠について繰り返し繰り返しやっていきます。ご覧のように巣箱の蓋は清掃作業の間長い時間にわたって開けたままになっています。寒い日やスズメバチが飛び交う時期にはこれはなかなか取り組みにくい作業だということがお分かりいただけるでしょうか。磨き上げた巣枠はこのようになりました。冬の間の汚れはきれいに落ちて、これからの本格的な収蜜のシーズンを前にして蜂たちも養蜂家も気持ちを一新することができました。はい、スズメバチの季節を目前に控えたこの時期に取り組むべきことの2つ目はスズメバチ対策としてトラップを設置することです。このシリーズでは過去にスズメバチ用のトラップをすでにいくつか紹介してきました。それらのうち今作っているのはペットボトルを使ったトラップです。ペットボトルの横に穴を開けて入り口とし、中にトラップ液を入れてスズメバチをお誘いするのです。招待されたスズメバチはトラップ液で溺れてしまいます。トラップ液はカクテルで、紫色の液体は赤ワインですが、今注いでいるのは酢です。ミツバチは酢が嫌いなので、カクテルの材料に酢を加えたのには、ミツバチがトラップにはまらないようにする配慮もあります。ミツバチはこのトラップの招待客のリストの中には入っていません。なお、春のスズメバチ対策についてはこの養蜂場では昨年の反省があります。昨年の春はスズメバチ対策をほとんど行いませんでした。昨年の夏から秋にかけては全国的にもスズメバチが大量発生しましたが、この養蜂場も例年になく頻繁に襲われました。この養蜂場では春のスズメバチ対策をしっかりやっておけば、昨年の被害を少なくすることができたのではないかと考えています。春のスズメバチは単身で巣を作る女王バチです。ですから春のスズメバチを一頭退治することは夏以降の巣を一つ潰すことにつながるのです。なお画面ではカクテルの3つ目の材料として砂糖水を入れています。最後に水を入れて薄めています。手に持っている瓶のラベルには酢と書いてありますが、中に入っているものは水です。こうして調合は終わりましたので、最後はペットボトルに栓をします。出来上がったトラップを養蜂場の中、あるいは周辺の叱るべき場所に取り付けます。はい、今回は最後に養蜂場の北に向かってドローンを飛ばせてみます。ドローンを飛ばすのは上空から収蜜圏の様子を観察するためです。養蜂場の北側は200メートルぐらいは草原ですが、そこから先は5万分の1の地図によると山また山の地形です。養蜂場から目視できるのはその草原とその向こうの山の南の面だけです。そこから先に何があるか目視はできませんが、地図によるとあるのは山林のみで、道路、鉄塔、建物はありません。時速 20km で進んでいきます。進みながら高度を 100m まで上げます。一番遠いところで養蜂場から 650m のところまで行きました。養蜂場の面積自体は、さして広いものではありませんが、養蜂場は、
蜂を使いながら、こうした広大な面積の土地を利用しているのです。向こうの方に見えてきた濃い緑の稜線までの養蜂場からの地図上の直線距離は 1.5km ほどです。2km とも 3km とも言われるミツバチの集蜜圏の半径からすると、あの辺りは楽々と彼女たちの稼ぎ場所になっているはずです。養蜂家は当然ながらこうした空間が蜂が蜜を集めるのに適した良い環境のもとにあることを強く願っています。そして養蜂がいかに周辺の環境に依存した営みであるのかということがこうして上空から眺めてみるとよくわかります。はい、今回はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。登録、高評価で応援していただけると大変に励みになります。よろしくお願いいたします。それでは次回またお会いする時まで。ごきげんよう、さようなら。